はい、落ちた時のメンタルってこうどうやって立て直していくんですか？東京選挙区で落ちちゃった時は結果が分かった時に、はい、次もやらせてくださいっても宣言してましたんで、負けず嫌いだから、はいはい、戦ってるっていうかその動いてた方がメンタルやられないんです、なるほどなるほど。これでも初当選が2010年ということは12年間通らないっていうことになるわけじゃないですか。そうですね。途中でもうやめようかなってならなかったですか？あのね、あの最初の頃の、はい、あの立候補っていうのは、例えば98年は、うんうん、比例代表でまだあの当時順位がこうつく名簿にね、はいはい、そうでしたね、うん、それで25人立てた25番目なので当選しないですよね、客観的に見て。 な、うんうん、なのでよし宣伝会1台もらったぞっていうぐらいの言いたいことこうで政策しゃべるっていう、すごい楽しかった。そうかそうか、はい、あちこち演説できていろんな地域も回っていろいろ知って、はい、とてもいい経験をいくつも積んで、うん、